ホセガジェゴスイアールノサは、スペインの画家、彫刻家である。オリエンタリズムの絵画や、聖職者の日常などを描いた。アンダルシア州カディス県のヘレスデラ・フロンテイラで生まれた。父親は、武道酒の会社で働いていた。同郷の友人、サルバドール・サンチェス・バルブードと、美術に強い興味を持ち、ヘレスデラ・フロンテイラの画家、ルイス・セビールのアトリエを二人でしばしば訪ねた。 1873年に父親の会社のオーナーがパトロンになってマドリードに送られ王立産フェルナンド美術アカデミーに入学しフェデリコ・デ・マドラソに学んだ。オリエンタリズムの絵画に興味を持ちチュニジアやモロッコを旅し1878年に発表した絵画アラブの婚礼は政府に買い上げられた。さらにパトロンの支援を受けてイタリアに留学し 1879年には、サンチェス・バルビュードともッ個の誕生を訪れた。1880年までに、ローマを拠点に活動するようになり、ミュンヘン、ロンドン、パリ、ベルリンも訪れた。1887年に、イタリア人女性と結婚したが、1897年に、妻が亡くなり、1900年に23歳歳年下の、イギリス人で牧師の娘と再婚した。 オランダの画商やロンドンの画商を通じて、ガジェゴスイアルノサの絵はよく売れた。彫刻家、建築家としては、故郷のヘレスデラ・フロンテイラーのサンチャゴ教会の装飾のための彫像を制作した。毎年夏は、ローマ県の港町、アンツヨ近くのネットゥーノの別荘で過ごしていたが、イノシシを狩りで事故に遭い、怪我の治療中にアンツヨで脳卒中で亡くなった。モロッコの結婚式。 チスタンジェの試乗、ありがとうございます。